皆さんこんにちは。今回は推しの子4話視聴者の反応をご紹介します。皆さんの感想もコメントで教えてね。よかったらチャンネル登録と高評価お願いします。それでは、レッツゴー。水たまり。一発かますかいか。暴れる言うとったな。生きてんなこいつ。途端屋根であの穴の開き方とかもっと水入ってくるやろ。ガチッコの音。ちっこ？重曹ちゃんガチッコって言った。リアル雨使った撮影って割とあるんか？今週の東京ニューニューと展開かぶってるやん。アニメやるとこ復習しようと思ったら3巻まで読んでしまった。あらかわいい。黄金時代。赤いランドセルの時代なんか。悲しき過去。どうしてこうなった？熊かわいい。なんで急に字の文みたいなモノローグ出し始めたんや。エゴサはやめとこう。またお前らの仕業か。お前ら最低やな。オワコン。ネットミンサー。悲しいなぁ。オラついてたからや。どこの掲示板だよ。名前が出るだけマシやろ。ネットの反応好きすぎやろこいつ。レビューくさ。いや手遅れやろ。逆にすごい評価やな。星1って相当やろ。実況民歓喜のクソドラマ。サンキュー普段評価入れない人。星1とかもう終わりだよ。星1つはただの嵐やろ。棒でくさ。演技くさ。ひどい。メルトくさ。アイドル集めたドラマで演技うまいのウルトウクよな。全体がクソまみれのドラマが演技一つでどうにもならんやろ。実写化は失敗するよな。青髪思い出したわ。ユナイトアップにいても切れるわ。これもうわざとやろ。棒読みすぎる。言うのうそう。流れ変わったな。すげえ。この大根役者舞台編で結構根性見せるんだよね。生きり役当たろう。煽りかす。めくさ。誹謗中傷は飽きまへんて。にちゃー。何わろ。演技できるじゃん。キレさせて素にしたから演技やとあかんってだけなんやろな。沸点低すぎる。自然になったやん。やればできるやん。乗ったやんメルト。原作っぽい。相手を乗せられるとかそれだけでワールド大スターやろ。アクアの作戦、メルトくんが追いカメラ止めろとか言い出したら破綻してたよな。パークかなよ。急にメルト上手くなってくさ。ちゃんと軌道修正する有能やん。アクアは愛みたいに天才じゃないから小道具使って計算して演技するって言ってたけど、愛も計算高くて完璧主義で一緒なんだよな。アクア矢印愛は盲信がすごい。それを素でやるかの違いなのかもな。天才な愛カッコルビーちゃんも秀才なアクア、まあお兄ちゃんも十分才能あるかと。原作読み込み偉い。原作中、センス発動したな。昔からってお前それに襲名やん。こいつ元はただのおっさんだったのに。白身やん。刃物ペロペロで草。それ危ねえぞ。ガチで殴られてて草。っていうかカットなしで撮ってるんか？このシーン、低予算の PV ドラマやと時間もったいないからな。これは重曹。やるやん。あらかわいい。重曹だから空泣けるよ。さすが重曹ちゃん。10秒で泣ける天才子役やしな。これは重曹舐めてる。デブのスタッフさん原作では女性かと思ってたわ。最終回のストーカーが一番人気出そうなクソドラマ。ちゃんと謝れて以来、力っちまって、落ちたな。何このナイスガイ。監督有能。優しい。サンキュー監督。監督はええ人やん。若い子かっこ中身おっさん。わかってる裏方いてよかったな。メスの顔。かわいい。落ちたな。先輩がヒロインになるんか？グーカは、恋に落ちた表情のカナちゃん可愛すぎる。アクアにも顔が可愛いと思われてるのは納得。基本的に原作通りだけどアニメでは色々と細かく補完してくれてるね。あとやっぱりカナちゃん可愛いわ。感落ちです。今回アクアもルビーも作画微妙なとこあったのに重曹ちゃんだけはずっと可愛く描いてくれてるね。メイン回だからかな。スタッフに重曹ちゃん好きいるだろってくらい安定して可愛く作画されてるな。原作者？原作者の鏡。床で4時間も寝たらやばいやろ。漫画家が早死にする理由。美少女職場。ボロクソで草。縦モニターツイッター草。実況もしろ。ちゃんと感想しろ。ここ原作者の本音だろ。よかったね。泣かないで。ここリアルやな。最終回だけ傑作はあるある。最終回だけ見てるみんやろ。なんで特定に掲示板なんだよ。狭い界隈かっこ実況民。かなちゃんへ。かわよ。ちゃんとウェーブかけてる。落ちたな。メスの顔。かわいい。サンキュー先生。
偶然。よかったね。泣かないで。あ、狙われてる。怖い。誰やったっけこいつ。適当に美男美女集めとけばええやんとか言ってたピー。バレてるぞ。マジかで？いろいろお世話？枕ってこと？十数年前の話よく覚えとるな。ホモ臭い。君を犯させてくれとか言うのかと。枕かと思った。みんなホモ警戒しとる。ルビタそう。主役と見せかけたモブ。ルビカスカワよ。再放送？もう見た。中身おっさんだからね。こいつ年上か。ドヤ重装。出たわね。え？でっか。レベル高いな。人を指さすな。あの子は実況民。配信者は芸能人だった？声優や配信者でこの学校来たの？子役上がり？こんな学校実際あんの？あるで。スカート短すぎやろ。主人公席やん。でかい。ブサイクおったらいじめられてそう。インランピンク。不良乱入してきそうな学校。こいつピンク頭やったんか。ソニコみたいやな。関西弁。ほな猛虎弁やな。やべえやつやん。こんなとこ一般受験殺到しそうやけど偏差値そうでもないんよな。やめたれや。人間強度が下がるから。俺も芸能界入りたいんだけど、ピンク髪と友達になりたいんだけど。みなみちゃん、ただのクラスメイトにしとくには惜しい可愛さだな。目怖い。すみません朝アニメ実況してて。誰ですか？マザコン。何をされている方なの？ニートじゃん。くさ、目怖いと思ったけど冷静に見ると主人公の方がクレイジーだったわ。芸能界でトップレベルの人間みんな不思議ちゃんみたいな感じで書いてるんだな。愛といいフリルといいこれは愛としてるの？フリルさんはそこまで不思議ちゃんではないぞ。どっちかというと衣の方が不思議ちゃんに近い気がする。演技力とか容姿とか芸能人のオーラとかこの手の作品では他キャラと差別化して表現しづらいから不思議で痛いが知れない風に描写して読者に想像させるのはよくある手法だし。ミヤエモン。ミヤエモン好き。一番好き。やめたれ。仕事ないってはいやん。ミヤエモンマジで吹けないのロボットなんじゃねえの？っていうかソロアイドルじゃダメなんか？フリーなんか、俺はフリーしか泳がない。なんか笑ってしまった。水泳部やんけ。重装ちゃんアイドルデビューするのか本人は乗り気じゃないけど仕事選べる立場じゃないから不本意ながら初めて見たら案外ハマってしまう感じか？アニメ勢なんだけど、重装ちゃんアイドルグループに入るの？来週を交互期待ゴッドガンダム大勝利希望の未来エレディーを。重装ちゃんアイドルになるのか？顔が可愛い。やったぜ。重装ちゃん聞いたら喜びそう。毎回エンディングの入りええな。おや、重装ちゃんいじりがない。助けてミヤエモン提供クソワロタ。面白かった。話進むの早そうでいいな。1話以外はきっちり3話ずつだからやっぱり40話が最終回っぽいね。重装ちゃんの中学の制服姿見れてよかった。ご視聴ありがとうございました。